皆様こんにちは。年収200万円台、貯金1000万円の日常です。私は生活保護に憧れる非正規雇用の工場勤務35歳です。もしも生活保護者だったら、兵庫県神戸市を舞台に35歳が生活保護費でどれだけの贅沢ができるのか。1ヶ月の生活保護費76,310円を日割りした1日あたり2,544円から、引きこもりニート時代の生活費303円を引いた金額の2,241円を使って検証してみました。今回は3食ファーストフード編で、生活保護費相当額で1日にどれだけのファーストフードが食べられるのか検証してみました。前回の大好物堪能編では贅沢はできましたが、大好きな食べ物はたまに食べるから良いという結論に至り、成功とは言えませんでした。また料理をする環境が整っていない、料理ができない人もいるというコメントをいただいたので、今回はどこにでもある代表的なファストフード店で3食外食をしてみました。まずは朝食です。朝食はマクドナルドで食べます。生活保護者はリッチなので、朝からビッグでデラックスな食事をします。この日選んだのは、朝マックで一番高いメニューのビッグブレックファーストデラックスドリンク M セットです。お金持ちにはふさわしい値段とボリュームで、メニューはホットケーキ3枚、マックグリドルソーセージ、スクランブルエッグ、ハッシュドポテト、ドリンクはアイスカフェラテという具合です。ビッグブレックファーストデラックスはマクドナルドの朝食随一の豪華さなので、バターとメープルシロップだけではなく、いちごジャムまでついています。この豪華なメニューの気になる値段は700円、合計カロリーはなんと1,305キロカロリーでした。カロリーの内訳は、ビッグブレックファーストデラックスが982キロカロリー、バターが60キロカロリー、ホットケーキシロップが121キロカロリー、ストロベリージャムが38キロカロリー、アイスカフェラテが104キロカロリーという具合で、これ一食で生活保護者のようにあまり動かない女性の必要カロリーの8割弱を満たしてしまう状態になります。次は昼食です。昼食はケンタッキーで食べます。朝食を食べ過ぎてしまったので控えめにして、ケンタランチ、ケンタランチ A のペッパーマヨツイスターセットにしました。ペッパーマヨツイスターが328キロカロリー、フライドポテト S が195キロカロリー、コーヒー8キロカロリーという具合で、働かずにゴロゴロしている人にはぴったりの量です。ランチメニューは割安で、お値段は590円、合計カロリーは控えめの531キロカロリーでした。最後に夕食です。夕食は中尾で食べます。951円も余ってしまったので、夕食は少し豪華にいきます。中尾の海鮮丼並盛りサラダセットです。ご飯の上に中尾のこだわり卵を使用した錦糸卵、風味豊かな刻み海苔、マグロ、スルメイカ、サーモン、小柱をたっぷり盛り付けた豪華な一品で、野菜不足が気になったので汁物とサラダのセットもつけました。海鮮丼並盛り564キロカロリー、サラダ鶏団子スープセット140キロカロリー、栄養を考えてサイドメニューをつけたらカロリーオーバーになりました。夕食のお値段は890円、合計カロリーは704キロカロリーでした。この日1日の値段とカロリーはこんな感じで、この日1日の食費は2180円、推定総カロリーは2540キロカロリーということになりました。
1日の予算は2241円で、大抵どこにでもあるファーストフード店で、これだけ豪華な食事をしても61円余りました。1日61円余れば1ヶ月で1830円余るということになり、漫画なら4冊、服なら上下セットと下着が毎月買えます。ファーストフード店であえて値段の高いものを食べてオーバーカロリーになってもお金は余りました。生活保護者がファーストフード店で3食食事をすると、そこそこの味の食事を食べることはできますが、カロリーは大幅にオーバーしてしまい不健康で、保護費を使い切るには高価格帯の商品を注文する必要があることが分かりました。前回の大好物堪能編では、回らない寿司屋などで贅沢をするとカロリーを抑えることができて成功しましたが、今回の3食ファーストフード編では、3食ファーストフードを食べるとカロリーオーバーで不健康になり失敗することが分かりました。ご意見をいただいたように、買い物や料理ができない場合、食事は必然的にコンビニ弁当かファーストフードになってしまい、余計に健康を害してしまうことが判明しました。お金が上手に使えない、料理ができない方には、お金を渡すのではなく健康に配慮した栄養バランスの整った宅配弁当にすればよいと思いました。本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。